ココのアオデカライト、アシスタントの伊集院光です。アラカーラップブラザーズ大ブレイクきっかけに、今夜はですね、オーデカ3時間全編にココが来てくれているということなんですが、メインパーソナリティをやるということは当然ラップもやってもらいますもうあの私もクビになった前のパーソナリティとして言わせてもらいますけれどもラップぐらいできなければパーソナリティは言えませんおいで、今日はですね、ココのみんなにアナーキーインAKを歌ってもらいます。難しいなラップぐらいできなければバルバルティとは言えませんそれではね、まずはですね、お手本ということで、あの自分の歌うところはもう大体分かったね、歌詞カード見ながら、はい、ここは私のパートだと思いながら、はい、本物の方を聞いてください。アラカーラップブラザーズでアナーキーインAKできなきゃダメなんです。いやでもみんな今聞きながら大変そうだったね。いや大丈夫です、これの本家のアラカーラップブラザーズのヒカルさんという人もあのお客さんの前で間違えるぐらいですから、別に真似してる人は間違えてもそれはね、うん、でも面白いしですよね。2番が面白いのこれね、うん、あ本当、うん、瀬野さんにお褒めの言葉をいただきました。いいですよ、2番好きですよこれ。ありがたいね。じゃあね順番がまずが最初が私ですよ、宮前さん、うん、そして続いて私羽田です。羽田さん入り口難しいほんとほんと、はい、とにかく合格かえれば空き巣っていうところはね、あもう食ってるんですね、うん、ちょっと食ってるのはね、これはね ARB のやつもよく間違えてる。あそれから、感想があって三浦さん、はい、ね、でその後が瀬野さんと、どうしよう、ね、どうしよう、そして大野さんが行って、うん、宮前さんが行って、うん、でサビをみんなで歌うと、はい、いうことでね、ミキサーの人が対戦するって大変そうですね、マイクを生かす順番がね、ね、すごいやだ。ほんじゃ行きまよか、ここの皆さんが歌います。あいいですか、はい、ここのみんなが歌うアナーキー in AKみんな好きだね、さあ来るよ、3、2、1、GO。 買い物しようと街まで出かけり財布を取られて愉快じゃねえよ、いつものスーパーレジの資格一括現金、とにかく合格、帰れば空き巣 in my home、 根こそぎ取られてすっからかん、取られてオートン、取ってカバー、取られてミラトリー、わー、 3、2、1、GO。 じいちゃんばあちゃん、イナゴの宿題にシワの数だけ暇がある、ゲートボーダー妖精リブ、スピリカドーミラトリー、次は無敵での病院に行くだけでもブースーツ、できないプラジブキミルソン、向こうを吐き付いたGO。やっぱり三浦さんのペースってあるじゃん、笑ったな、じいちゃんばあちゃんじいちゃんばあちゃん、イナゴのつくだり、その頃瀬野さんの不安症がお得になってる、どうしようかと思っちゃったのに、私丸切る後ろは分かんないけど、どこから相手5万のだった、私が悪かったので、どんどん次々と押してってんだよね、押してってんだよ、瀬野さんも元に戻さなきゃ、元に戻さなきゃってしてるんだけど、今度食い気味だったそれでそうしたらもう丸けど私違くなっちゃって、もうオールさんだったらまたさらにさリズムもちょっと変わってるからさ、オールさんだから あれ せっかくさっきまでできてたのに、でももう終わってる、終わってる、もうダメだ、私何も言わずに終わっちゃった。いやーすごいね、記念すべきね、このアラカーラップブラザーズのコーナーだったわけなんですけれども、まあ ARB お知らせ関係としてはですね、今ね目の前にね、明日のピアなんかあるんですけど、明日出るピアなんかあるんですけど、うん、大きくなってますよ、ね、今度、うん、このアラカーラップブラザーズはですね、アラカー区外ツアーファイナルということで、ワンスアポンナタイムインAKっていうコンサート、日比谷の野音であります。はい、ここは野音は一度、うん、握
手会にあったんです、うん、そうなんです握手会で野音っていうのもすごい規模だよなね、これはですね6月7日の日曜日やるんで、このね座席チケットの方なんですが全席指定で1人100円です1枚すごい、ね、100円ならないんですか消費税入れるとですね1円玉がめんどくさいって言われちゃったんでチケットピアさんに怒られちゃったんで100円ちょうどになりました、ねぜひですね買ってもらいたいこれ5月10日から発売するんですが、うん10日1日で完売した場合はですねお尻丸出しポスターを日本放送の前に貼りますへえ、すごいそうです、ね、さっきあの三浦さんが死んでも嫌だと言って値段をつけてくれなかったお尻丸出しポスター我々はやりますすごい、ぜひですね、あのチケットの方ね電話するなりしてですね買ってもらいたいと思います、アルバムの方はですね5月21日ミニアルバムの方は5月21日荒川魂というのが出るんであここの皆さんもあの見本番出来上がり次第持ってきますのでぜひ聴いてください皆さんは予約してください放送を聞いたファンがおいじいそりゃないぞお前と思ってるコーナーですねここと指切りゲンマンそのパート3なんですが、はい、三浦理恵子さん、はい、指切りでいろいろ幸せっすよ本当に何かお約束というのを なんかありませんか、うん、えしてもらいたいことですか、私の方からはそんなそのとんでもない指切りしてもらえればそれで一応私が考えたのは、今私絵を描くのがちょっと好きなんですよ、すっごい下手なんですけどもう下手なんですけど好きなんですよ、だから、あの伊集院さんの顔の絵を、あの描いて、持ってこようかなと思って額縁入れる、ね、ルーブル美術館に飾らせるね本当ぜひ描いてよ、ね、いいですかそれでちょっとかっこよくねちょっと、はい、ちょっとかっこよくねじゃあお写真いただけますかあいいっすよいいっすよ写真いくらでももうもういやお尻は描かないでくださいお尻はいいです、ね、ツッコミしないでください今三浦さんとのコーナーなんですから、ね、じゃあ絵描いてくださいはい描きます指切り玄満を、はい、あの俺あんまり近寄ると折れちゃいそうなんで指切り玄満嘘ついたら針千本のます指切ったうう幸せ者でございますさて続いては風大衆ワイルドで行こうでございます